はい、こんにちは。そしたらですね、バルバトスルプスレックス、ガンダムバルバトスルプスレックス100分の1ですねの制作の続きをやっていこうと思います。で、一応前回の動画で、こんな感じで下半身の外装までは組み立てが終わっているので、今回は、上半身の組み立てをしていこうと思います。はい、というわけでまず胴体部分からやっていこうと思うんですけれども、一応胴体部分のパーツは全部こんな感じで切り出してあります。なので、ちょっと組み立ての方をしていきます。まずこの型のここのブロックを一旦外してあげて、よいしょ。で、ここにこのね、構造もね、今までのガンプラではあんまりなかった構造ですよね。こういう風に外装がつくっていうのは。これが襟のパーツですね。襟の部分のパーツがここに、こういう感じかな。なんか当たるぞ。襟のパーツがこういう感じにつきます。で、で、これですね、この今のバンダイの技術のすごさ、この鉄火弾のマークがこういう風に成型色で再現されてるっていうね、形になってます。こんな感じで、これをここにつけてあげて、で、これが胸のパーツですね。胸のパーツがこうついて、この辺もね、結構細かくディテールが入ってるんで、この辺も墨入れするとすごいかっこいい感じになりそうですね。で、そういうことか。この裏側、この裏側に穴が2つあるんですけど、その2つのうちの下側の穴を使って、下側を使うのかな？下側を使って、この胸のパーツを固定してあげて、で、この余ってる上の穴を使って、ここと接続してあげるっていう感じですね。はい、これで胴体の完成。で、このこう外装がつくとね、ガンダムっぽくはなりますね、やっぱりね。このシリンダーがまあ特徴的ですけど、まあこんな感じになります。じゃあ次は腕の方の作業をやっていきます。はい、そしたら、次は腕の組み立てをしていきます。で、また腕のパーツと、あと肩アーマー。の部分全部切り出しましたので順番に組み立てていきます。はい、まずね、この肘関節のところになんかこんな丸い
粉のがくっつきます。これちょっと何なのかよくわかんないですけどね、こういうのがくっつくと、あのファーストガンダムでいうあのマグネットコーティングみたいな感じのものかもしれないですね。結構ね、鉄血のウルフェンズはあれなんですよ、過去のガンダム作品のオマージュっていうのがすごく多くて、そのセリフの言い回しだったりとか、その、まあ、ちょっとしたこう小物だったりとか、そういうなので結構今までのガンダムとは異色の作品っぽい感じには作ってあるんですけど、そういうオマージュみたいなのがね、こうちょこちょこと散りばめられてるっていうのがあるので、まあ多分そういうなんかもしれないですね。あのファーストガンダムをマグネットコーティングして、あの途中でパワーアップしてね、あの肘とか膝とか足首の関節にこういうのがついたんでかもしれないです。はい、わかんないですけどね。はい、でこの外装、二の腕のパーツですね。で一応ねここにピンがあって、でそこにこれを差し込んで止めるっていう感じになってるんですけど、まあ、ここら辺もね塗装して、まあ、何なら見せれるような状態にしておきたいんで、ちょっとねここはそんなにここの噛み合いは硬くないんで、もうここに関してはダボカットとかはせずにやろうかなと思います。まあ、ダボカットしてねバラしやすくするのはいいけど、見栄え悪くなっちゃった意味ないんで、まあ、外した状態でも、外装を外した状態でもそれなりの見栄えになるようには作りたいので、そういう形でやろうと思います。まあね、そこはね本当個人の好きなようにやればいいかなとは思うんですけどね。はい、これで腕のパーツは完成。でこの肘関節もやっぱりね、フレームの状態だったら180度こうペタッとつくまで曲がったんですけど、やっぱりね外装がつくとそこまでは曲がらない。まあこれでも優秀な方だとは思うんですけどね、こんな感じまでしか曲がらないです。でまあ手首はまあボールジョイントなんで特に変わらずっていう感じで、このサブアームの部分はこうここがねパカッと開いて、これねここの部分でちょっと引っかかるようになっててパチンと閉まってくれますね。これすごい嬉しいですね。こういうのは結構プラプラになるキットって多いんで、こうやってパチンと止まってくれるのは嬉しいですね。で開けてあげて、あれ硬い、なんかちょっと奥まで入れすぎ、奥までしまいすぎると噛んじゃうみたいですね。ここはパカッと開いてサブアームがこう展開して、ここも閉じると。
でこんな感じに展開ができますよっていう感じですね。で一応他の100分の1シリーズの他のキットの武器だったら一応ここで持てるみたいです。一応ねバルバトスこのルプスレックスについてるでっかいメイスも持てるんかもしんないんですけど、ちょっとバランスがねあんまりよろしくないかなっていう感じなので、まあ僕はちょっと100分の1キットはこれしか持てないので、とりあえず当分はサブアームの出番はなしって感じですね。はい、これで腕の完成で、次肩アーマーなんですけど、こんな丸っこいやつに、こういう黄色い部品を入れてあげて、この時空受けがてらにこういうバーニアっぽいパーツがついて、でそこにこの外の青い部分がつくという形ですね。なんでこの青いのをセットしてあげると、ここからチラッと黄色が見える感じになります。これでまあ色分けを再現してるっていう感じですね。ただまあちょっと裏から見るとね、あまり見栄えが良くないっていうのがあるので、この辺はちょっとね塗ってしまうとかね、ちょっと方法を考えた方がいいかもしれないですね。はい、そしたら、ボディに戻していくと、よいしょ、で肩アーマーはねこの部分につきますんで、この裏側のここに肩アーマーのこれをつけてあげる。これは鉄血シリーズ全部同じ仕組みになってるんですけど、こういう風につけてあげると、はい、これで上半身の完成です。こんな感じ。あ、右腕はねもう事前に作ってたので、これで一応両腕の完成になります。はい、でちょっと下半身とくっつけましょうか。こうね組み上がっていく、これがねガンダムガンプラはね一番楽しいんですよね。でこの腰のこの前のふんどしのパーツがすぐにポロポロ取れるんですよね。これはなんかちょっとしてあげた方がいいかもしれないね。はい、というわけで、ちょっと頭ないんですけど、頭一応つけとこうか。はい、こんな感じで、上半身と下半身まで完成しました。結構ね、今までのガンダムとだいぶデザインが違うっていうのもあって、結構こういう角が立ってたりとか、なんで面白いデザインかなとは思います。まあ、ちょっと単鋭ガンダムっぽい雰囲気もちょっとありますけど、まあこんな感じになってます。あとはね、あと頭とバックパック、そしてあと武器の制作をしたら終わりになるんですけれども、まあ、今回はここぐらいで終わりにしておきます。はい、というわけで次の動画で、頭部とバックパックの制作をして仮組みは終了っていう形になりますので、続きもねまた見ていただけるっていう方はですね、下のチャンネル登録の方からチャンネル登録していただくかしていただけるとありがたいなと思います。あとはいいねボタンとか押してもらえるとね励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。